パーベルブラジーミロビチ・ビノグラードフは、マガダン出身のロシアの宇宙飛行士である。2009年末時点で、合計宇宙滞在時間は20位以内に入っている。ビノグラードフは1977年に、モスクワ航空大学を卒業し、SP ・コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルギアで、航空宇宙工学者として働いた。1992年3月3日に、 宇宙飛行士のプログラムに選ばれ、2年間の訓練を行った。ビノグラードフは、1995年9月3日に、打ち上げられたソユーズ TM-22 で、バックアップを務めた。一時は、ソユーズ TM-24 に乗ることが決まったが、基調のゲンナジー・マネコフが心臓病になり、乗組員全員が交代となった。ビノグラードフは、1997年8月5日に、 打ち上げられたソユーズ TM-26 で初めて宇宙に行き、1998年2月19日に地球に帰還するまでミールに滞在した。197日と17時間34分の滞在で、ビノグラードフと機長のアナトリー・ソロフィエフは25時間16分に及ぶ5回の宇宙遊泳を行った。2006年3月30日、彼は 第13次長期滞在の一員として、ソユーズトママイナス8で国際宇宙ステーションを訪れ、2006年9月28日まで滞在した。ビノグラードフは、既婚で3人の子供がいる。ありがとうございます。